上条務は、日本の航空機技術者。三菱重工業名古屋航空機製作所機体部、設計科技師、技術部設計科技師を経て、新三菱重工業名古屋航空機製作所小牧、工場初代工場長、同名古屋航空機製作所副所長を歴任。クリスチャン。ライト兄弟のライトフライヤー号の初飛行1903年日露戦争終結間近の、 1905年7月20日、長野県松本市北深市東の日の都に、警察署勤務の上条亀十郎の三男として誕生した。2年前に、ライト兄弟が動力飛行に成功している。1906年から、父亀十郎は、浅野総一郎が経営していた茨城県真壁町の浅野石材部勤務になった。その間1908年に、母人を亡くしている。 1910年に父が東京の浅野邸で相談役県警備員として働くことになり、芝野伊沙羅ゴの長屋、ついで三田札の辻の浅野邸前の大通りを隔てた品川寄りにあった浅野所有の西洋館に住んだ。浅野邸の左手に市運閣があり、関係会社の客や東洋汽船の一等船客を招いて各種の宴会が盛大に催されていた。 ストムが初めて飛行機が飛ぶのを見たのは、ライト兄弟の飛行から8年目の1911年の芝浦だった。使われた飛行機は、ライト兄弟の作った飛行機と大差のない副用機のものだったが、4から5メートルの高度に上って、50メートルも飛ばない、うちに他の中に落ちて、監修は失望して帰った。当時芝浦埋立地では、 奈良原道次一団の工業飛行が開催されていた。横浜港2011年1912年に生、坂小学校に入学した。7月30日に明治天皇が放御し、9月13日に青山総上殿で体操が取り行われ、務は父に伴われて帝国劇場前に敷かれた小石の上に座して、長宝と共に皇居を出発した牛に引かれた寺社を廃した。 体操日からわずか十三日目に、父が亡くなった。父亡き後、一かりさんとなり姉や兄のところを転々とした後、父の姉の水崎初夫妻に預けられることになった。おば夫妻は、高島駅団の総本家、高島開門の屋敷があった、横浜市の高島山の裏手に住んでいた。高島山からは、横浜港が一望のもとに見渡せた。 おばの長男は、当時同志社大学経済学部教授をしていた、水崎喜一だった。隣に、第二横浜中学校や厚木高等女学校で、歴史の教師をしていた、高宮登が住んでおり、長男で後に経営学者になり、東京帝国大学教授、産業農立大学学長を歴任した、高宮進とは幼友達だった。1918年に、 青木小学校を卒業した。同年4月、同志社中学校に入学し、京都市下鴨にあったいとこの水崎の家から通った。当時5年生だった近藤賢治の長男、新一郎とは同室だった。厳格なキリスト教の学校で、毎朝7時に、チャペルで聖書朗読、賛美歌合唱、説教、祈りが45分ほど行われ、8時から、 正規の授業が始まった。日曜日には、水崎の家で、子供のための日曜学校が開かれ、同志社大学経済学部在学中の大中ナーラジが、タクトを振り賛美歌を合唱した。同志社紛争で、1919年3月に、水崎一家が京都を去り、横浜の渡辺山に移住したため、つとむは、元の高島さん裏のおばの家に戻った。学校を自分で探し、 旧西原中学校に1学期が良い、2学期からは、第2横浜中学校に転校した。中学4年を終えた後、1923年に横浜高等工業学校の機械工学科に進学した。対象デモクラシーの風潮の下明教自然を唱え、無試験、無採点、無賞罰の三無主義の自由教育を実践した、初代校長の鈴木達次は、 同志社出身で、水先の友人だった。勤とはいつの間にか、人を話の中に引き込んで魅了する、鈴木校長の名演説を何度も聞く機会に恵まれた。一年目の夏休み中、9月1日に、松本で兄と浅間温泉に入っていたとき、関東大震災の揺れに遭遇した。7日に状況を許され、中央本線で、新宿に着くと、一面の焼けの源だった。 新宿からは徒歩で横浜に向かい、怪人に返した市街地を目撃する。横浜高校も全勝して、名古屋の学校との合併説も出たが、鈴木校長の意気と政治的手腕で、秋にはバラックで授業が再開した。2.3学年で機械工学の専門学科を選んだ。機械工学科の課長は、東京高等工業学校からドレスデン工業大学及び、 マサチューセッツ工科大学に留学した遠藤正直教授で英文の書物を用いて講義やディスカッションをする教え方をした。聖書1927年1926年に横浜高校を卒業し、渡米して航空機の勉強をする準備のため、隣の神奈川県立商工実習学校機械科の教諭になり、夜は商工実習学校の夜間課程にあたる横浜市立。 横浜工業専修学校で講義をした。おばが渡辺さんの息子の水崎の家に移ったため、ストムもそこから通った。在職中、夜に、神田の語学学校に通い、英語とドイツ語を勉強した。日曜日には、英会話を習うため、水崎の老いの庭の竹久の手引きで、さすが野町の福音教会に属していた、バイブルクラスに通い、米国人宣教師ミスモーク及び、 ミスハツラーから聖書を中心とした話を聞き、ミスハツラーから洗礼を受けた。後にツトムの紹介で、ミスハツラーは、横浜高校で英文学の竹内秀夫教授が指導していた ESS にバイブルクラスを開いている。米国に帰国してからも、戦前、戦中、戦後を通じて、ツトムら教え子たちをマイボーイと呼んで、文通を続けた。 太陽丸1929年5月、航空工学を学ぶために横浜港から日本優先の太陽丸で米国に留学した。出発に先立ち、たくさんの船をあちこちに浮かべた波静かな横浜港の晴れた上空を緩やかに飛ぶ爽快な夢を見た。2週間の船旅でサンフランシスコに上陸後、大学入学前に中古のフォードモデル T を30ドルで買い、 マウンテンビューからサンロゼにかけての広大な果樹園地帯でユニオン神学校に入学予定の後に日本生産性本部会長になったゴーシュコウ公平、薬学生の丸山と共にアプリコットやペアをもぐアルバイトをした。サンフランシスコから大陸横断鉄道でシカゴへ行き、9月からイリノイ大学の機械工学科で熱力学、気候学、 厚原同期の実験等を学んだ。イリノイ大学は航空学科がなかったため、1年間学んだ後、1930年9月にミシガン大学に転校することにした。入学前の8月にニューヨークでアルバイト中に中水園になり、プリンストン大学の友人、岡田豪作から手術を受けた病院で見舞いを受ける。ミシガン大学では航空力学、プロペラ理論、 風洞実験、機体構造学、航空機及びプロペラの設計、理論空気力学を1カ年と、夏季学校で学習した。航空学士の学位を得て卒業し、ニューヨーク大学のカレッジで、当時航空学会で有名だったクレーミン教授の元で学ぶため、1931年の夏、ニューヨークに移った。宿舎は、日本キリスト修道会で、日曜日には、 川又牧師による礼拝が行われた。ここで7月にコロンビア大学に入学予定の川西誠と出会った。川西とは親友となる。同年9月、ニューヨーク大学に入学した。ところが9月18日に満州事変が始まり、日本が満州に出兵すると、日本の縁が暴落して授業料が納められなくなり、移民館に連行されて、 当時民局があったエリス島に抑留されたが、寄宿及びアルバイト先のドクター・ペティンゲルの夫人がエリス島に駆けつけ、係官を質問して上条を連れ戻してくれた。ニューヨーク大学ではクレーミン教授と対比ン教授に航空学科の教育を受けた。クレーミン教授から発煙装置を用いての流線観測を風洞を使って行う研究のテーマを与えられたが、 卒業論文は時間切れで完成せず、後に三菱重工に入社してから薄板構造の補強材強度に及ぼす影響を計算した論文をまとめて提出して航空機技術者の資格を得た。1933年2月にマサチューセッツ工科大学大学院の航空学科に入学し、幸運にも大学のドーミトリーに入ることができた。理論空気力学を スミス教授から他に理論機体構造学、航空エンジン、機体計気等の講義を受けた。第一学期を終えた後、スミス教授から飛行船メイコンの風道模型を中が作って風道実験からバウンダリーレイヤーの厚さに計測し、その資料を用い、メイコンのバーチャルマスを算出するというテーマを与えられ、論文はパスした。夏休み後にハーバード大学に入学した川西と、 ボストンシンフォニーホール近くのバタビア通りのアパートに移り住んだ。日曜日には、新島城が同志社創立の基金を集めた、教会として知られる、アムステルダム教会に通った。第2学期を終え、1934年6月に、MIT で日本人初の航空学修士の学位を得た。7月から9月まで、帰国の旅費稼ぎで働いた後、10月に、 ニューヨーク港から貨物船のカツラギノマルに乗船し、パナマ運河を通りロサンゼルス経由で横浜港に上陸した。96式戦状船戦九1934年に米国留学から帰国すると、横浜高校の鈴木校長から航空学科を新設したいので学校に来るように勧められた。一方、遠藤正直教授は中学時代から親しくしていた。 三菱重工業務の高校清氏に紹介してくれた。いずれを取るか、非常に迷ったが、水崎に相談すると、よらば、大樹の陰で学校に行くよりも、三菱重工を進めたが、選択は本人次第と言った。翌1935年2月、三菱重工業名古屋航空機製作所機体部、設計鍵士として採用された。課長は、服部常リで、上条の上に、 河野文彦、本城喜郎、加藤貞彦、堀越二郎、結井直一、久保富雄らがいた。旧四丹座戦闘機仕事は、強度計算や性能計算に明け暮れ、二圧試験を担当して、鉛弾を翼の裏側に積み、規定された弾力試験、破壊試験等を行った。設計に関連したものは、はじめは海軍機の旧四丹座戦闘機。 重視感情攻撃機等で、後に陸軍の97式司令部偵察機、及びその試作第2号機で、朝日新聞社が購入しようは連絡飛行で、新記録を受立した、神風号等の強度計算を行った。当時流行した、薄板構造のワグナービームが、主翼に主として用いられた。計算機がない時代、スライドルールで朝から晩まで計算していた、生活の中、 1935年12月に突然、血痰が出て、休養を要すると診断された。松本の姉の家で安静にした後、浅間温泉の津田の湯に1ヶ月ほど滞在したが、寒い季節のため、1936年、暖かい伊東で静養することにした。伊東滞在中、親友の川西が見舞いに訪れた時に、2.26、事件が起きた。5月に、 万座温泉に移り、8月まで投入して、9月1日に名古屋に戻り、大江工場に出社した。太陽丸、上条務1938年6月に、ニューヨーク駐在院として、米国出張を命じられ、横浜港から太陽丸で出発した。駐在院の仕事は、航空機に関する新しい情報の収集、部品及び工作機械購入等について、 障子会社へのアドバイス、調査のため渡米した人々に対する助言や助力、陸海軍事務所駐在員との交際、ライセンス関係にある米国航空関係会社との交際と情報の取得、そして工作機械工場の見学と情報の報告等が主な業務だった。今続きの独立した事務所が与えられ、一室を朝日ガラス開発部長の山本秀夫が使い、 親しく交際した。ニューヨーク滞在中、修道会に出入りし、川又牧師を、はじめいろいろな人々と親しく交際し、教会の集まりにもできるだけ出席した。MIT 留学時代に学士を援助してくれた、日本当期ニューヨーク販売店総支配人の中山、武雄から頼まれて、聖書王と言われた、藤原銀次郎に会い、米国の大学教育事情について聞かれた。 日本の大学と違い、米国の大学では、勉強に次ぐ勉強で苦闘しなくては卒業できない、胸を伝えると、藤原は、米国は、自由な国と聞いているので、大学もさぞゆったりして自由なものかと思っていたが、失望したと言った。藤原は帰国して、1939年5月、横浜市日吉に、藤原工業大学を創設している。ラー先生と再会。 上条務1939年9月に、ドイツがポーランドに侵攻し、イギリスとフランスがドイツに宣戦線布告して、次第に欧州の事情が複雑になり、陸海軍の事務所の人々も日本に引き上げていき、情勢がただならぬようになってきた。1941年、欧州から帰ったチャールズ・リンドバーグ大佐のマディソン・スクエア・ガーデンでの演説を聞いた。は会場に入りきれず、 会場の外に溢れていた。演説で、ドイツの航空機の生産状況は、米国とは、比較にならず、今戦争をすれば、敗戦は目に見えているので、戦争は始めない方が良いと力説した。この演説は、ワシントンに大反響を起こし、世論はリンドバーグは臆病ということになった。9月に、ルーズベルト大統領は、大佐の陸軍航空隊の委任を解除し、 大西洋単独無着陸横断飛行によって得た大佐の名誉は剥奪されてしまった。新聞は毎日のようにドイツの U ボートの出没を告げ、それによる被害を報道するようになった。セバスキー社の社長は今後の戦争は船の時代は終わり、航空機であるという論説をニューヨークタイムズに掲げてすっかり米国は戦争気分になっていた。 駐在事務所にも差し出し人が不明なヒトラーは我が闘争の中で日本を人種的に別視していて自国の利益しか考えていないので日本はドイツとは組まないように努力すべきとの文面の手紙が舞い込んだこの頃米国は中部地区に自動車工場の協力を得て航空機の大工場を作りわずか半年で戦闘機用航空機の生産を 月産200機程度から年産12万5000機に増産する軌道に乗せた。上条の印象では、日本陸軍は海軍に比べ、米国の潜在能力をよく見ていなかった。エリストを1941年12月8日、パールハーバーが日本海軍航空部隊によって攻撃された報道を、修道会のラジオで聞いた。フィオレラ・ラガーディア市長の指示で、日独位の敵国人は、 マンハッタンから出られなくなった。ラジオで、敵国人は、持っているすべての写真機を指定された場所に、納入せよという通達があり、写真機を持って指定場所に行くと、FBI 局員に連行されて、取り調べを受けた。駐在員事務所にあった、書類一切が、リストアップされていて、取り調べ後エリストに送られることになった。日本の大会社の支店長をはじめ、 出張員等のほとんどが収容されていた。ドイツ人は仲間に会うと、ハイルヒトラーと昭和して、自分たちは世界最優秀の国民だという気持ちに溢れていた。イタリア人は今更慌てても仕方がないという気持ちからか、ギャンブルに興じていた。新聞、雑誌は自由に読め、新聞記事は、軍艦の沈没数や、艦船の名称まで、毎日の戦闘を載せて、 戦況が日々読者にわかるようにしていた。冷戦は華々しく報道され、活躍ぶりは正直に書かれていた。1942年5月の終わり頃から交換戦の話が出たが、海軍軍人の取り調べの結果、荷物の大部分が航空機関係の書き物だったため、交換戦には乗れないことになった。ところが、米国側が乗員予定者を一人減らせば、 日本側も一人減らさなければならないと、野村義三郎中米特命全権大使が、ワシントンと交渉した、結果、無事に、第一次日米交換戦に乗ることができた。朝も丸6月18日に、中立国スウェーデンの客船グリップスホルム号で、ニューヨーク港を出版し、7月2日に、リオデジャネーロ機、7月22日に、ポルトガル領東アフリカのロレンソ・マルケスに、 交換船の浅間丸とイタリア船コンテ、ベルデ号が入港し、26日に浅間丸に乗船した。グリップスホルム号ではデモクラティックだったが、浅間丸では一変して、軍の支配下に船全体が置かれた重苦しい空気になった。野村大使、井口貞夫三参事官及び大使館付けの人が、米国の航空機産業の実情を聞きたいということで、野村大使の部屋に招かれて、 開戦後の米国の航空機生産に対する方針と現状を報告した。外交官は国際法上から持ち物を全部持ち帰ることができたのでフォーチューン等の雑誌を集めてもらい記憶が曖昧なところを明確にして開戦後の動きを数日にわたり駐在武官に対して説明した。ニューヨークを経ってから62日間の長い公開を終えて8月20日に 横浜港の岸壁に着いた。1942年9月に三菱重工業名古屋航空機製作所に戻った。所長は岡野安次郎、副所長は服部常リジョー蔵正吉田だった。陸、海軍の競合が露骨になり、陸軍関係と海軍関係の設計者を分離して1940年に作られた設計部門組織は、 2年後の9月に変更され、技術部長は、河野文彦、技術部長付は、大木京之助、堀越二郎、本城希郎、上条は、技術部、第二研究課長剣道課研究係長の役職になった。研究課には、第一及び第二研究課があり、第一研究課は、空力研究課で、設計課で設計された、航空機の模型を作って、 風洞実験を行い、第二研究家は設計の使用材料の強度の安全を確保するための材料試験が主な仕事で、材料の引っ張り圧縮試験から、疲労試験、化学分析、後段性試験等の様々な試験を行った。米国から帰国後、三菱重工業本店の幹部、名古屋航空機製作所、陸海軍の将校をはじめ海軍の軍令部の次長以下大佐級軍人等、 いろいろな方面から講演を求められた。警視庁の特攻課にも呼ばれ、迷惑をかけることはしないから、真実を話してほしいと言われた。米国の航空機生産では、工場による、機種統一等、セクショナリズムを極力避けた国全体規模の大量生産を考え、設計も最も合理的な大量生産向きに改め、わずか半年のうちに、 年産12万5000基という生産を軌道に乗せたこと、また、米国では日本及び日本語の研究を積極的に行っているのに対して、日本では英語を適正語として、なるべく遠ざけるようにしている。米国は音楽を心の浮き立つような優層なものにしているが、日本の文化は悲しいものが多い、とうとを各所で話した。日本のラジオや新聞の報道は、 米国のように正確なものではなく、1942年6月のミッドウェー海戦の大敗北を隠し、国民が安心したり、喜んだりするように作られていたので、会社内部でもかなり楽観的な意見を吐く人が多かった。留学中米国の実情を技術者の生きためで見てきた上条には、日本の直面する戦争の無謀さが直視できず、檻を見てはあらゆる方面に呼びかけ、 まず速やかに戦線を縮小するとともに、1日も早く戦争を終結すべしと力説して回ったが、耳を貸す者はほとんどいなかった。設計家の堀越二郎は上条からアメリカ軍の飛行機の天文学的数字とも言えるほどの増産計画と冷戦を打倒するため、いくつもの新戦闘機の開発が着々と進められている様子だと聞いて、冷水を浴びせられるような思いをした。 堀越も米国留学経験があり、米国の工業力と航空技術を知り抜いていたが、それまでは半信半疑ながら、初戦での戦勝気分に同調していた。第二研究家の会員は10から20代の激起盛んな若者がほとんどで、上条が会員に指示を言っていた、君たちがいくら働いても、どうせ日本は勝てないから、ほどほどにやれという言葉に対する反発が、 かなり強かった。造兵将から委託された機銃や小銃の弾丸を飛行の材料を白銅からアルミに置き換え、これに銅脈器を施す研究に情熱を傾けていた。会員の一人は、上条の人間を直接殺害するような武器の研究は、ほどほどにして、最終的には不可能との報告を出すようにという指示に、技術者の良心として承知できない。 と反駁して、互いに大声で怒鳴り合ったこともあった。上条が意欲を燃やした、唯一のテーマは登場員の命を守る、防弾タンクの研究だった。1944年5月に、堀越二郎の紹介で、堀越の親友だった、山室宗忠の夫人の親戚にあたる、島倉幸子と中山竹夫妻の売借で結婚した。12月7日、名古屋地方に、 キー半島南東沖を震源とするマグニチュード7.9の東南海地震が起き、名古屋航空機製作所では航空機の組み立て軸や床が破壊され、生産が全く途絶えたところに13日に米軍の戦略爆撃機 B-29 の爆撃を集中的に受けて工場の機能は完全に止まった。この攻撃に対して防空壕だけで 防備体制は何も取られていなかった。里山編の林城山と高山1945年にかけて名古屋空襲が激しさを増し、大江工場は使えなくなり、2月に技術部を分離独立させ、三菱重工第一製作所とし、松本市を中心に分散疎開することになった。日本三四株式会社松本工場、試験場、陸軍松本飛行場格納庫。 松本工業学校、松本第二中学校、松本高等学校など多くの学校校舎を転用することとした。3月2日には、米軍の B-29 による里山編空襲があり、爆弾4発が投下されている。4月から、航空機工場は空襲の恐れがある、松本市域から中山と里山編に再疎開することになった。 陸軍航空本部の指示で、ロケット戦闘機修水の施策、冷戦の後継機レップル等の部品製作のために、里山編及び中山の地下、半地下軍事工場の工事が4月1日から、熊谷組の請け負いで、陸軍、三菱重工業、県内外の労働者、松本市周辺の住民の勤労奉仕、技術系の大学、専門学校の学生の学徒勤労動員、朝鮮人、 中国人等、延べ約7000人を動員して行われた。上条が課長を務めた第一製作所技術部、第二研究家は、日の出町の日本三種株式会社の松本工場を使ったが、生産に役立つ仕事は、ほとんどすることができなかった。大町式崎に家を借りて、大井戸線で松本に通った。列風は、堀越二郎技術部次長のもとで、曽根義美年、 第2設計課長を中心に、若手エンジニアの手で設計され、終戦までに試作機7機、量産機1機が製作された。ソネは、東条寺を第一県、第2、組立工場長と共に、島内、小宮の民家を借り、松本第二中学校に毎日自転車で通った。8月15日に小学校の校庭で、昭和天皇の終戦の招職を、ラジオで聞いた。 上条は、終戦後引き続き、松本に残り、9月に妻が中水炎から腹膜炎になり、大町病院で手術を受け、長女を胃腸炎で亡くした。その後社員の住宅に割り当てられた、浅間温泉の温泉旅館の梅の湯、ついで滝の湯、千木の湯に移った。11月から、日本産市本館の臨時航空機工場整理事務所、 松本出張所で人員の整理と研究家の試験器具の処分等の抽選処理に当たった。12月にはワシントンドキュメントセンターから新中軍の4人の将校が自動小銃やピストルで完全武装した護衛兵を伴って出張所に来所して山辺の武道園の倉庫に分散保管していた三菱航空機の技術資料を調査しソ連に関する参考資料を押収した。 翌年も出張所では、毎日産務処理や航空機の歴史編纂の仕事に追われた。廃線と同時に航空機の研究、設計、製造が、連合国軍最高司令官総司令部の命令で、禁止され、工場設備、機械はすべて賠償の対象にされて、封鎖された。1945年10月に、東京本社航空機部が廃止され、名古屋航空機製作所では、 占領軍による大小すべての風洞の破壊命令で航空機の生産は完全に止まっていた。1946年6月、東京本社障害連絡室が設けられ、財閥解体への対策、賠償指定の解除、民生機器の生産再開等の戦後処理にあたることになり、上条は英会話の力量を買われて障害連絡室に抜擢された。 翌1947年の6月には、岡野康次郎社長が、障害連絡室長事務取扱い、中川岩太郎が、障害次長、上条が障害課長となり、GHQ との接衝を行った。接触は、初期段階では、賠償機会の解除が主で、通称産業省の役人が解除の申請が出ている、工場に期日上を調査し、 GHQ に申し出る形式をとっていた。通産省の役人や GHQ の要人とともに、造船関係では、三菱重工の広島造船所、下関造船所、長崎造船所、神戸造船所、航空機関係では、熊本工場、京都の2工場、名古屋工場を視察した。占領政策の第2段階では、GHQ は、 各工場に自立ができるような仕事を発注することを計画していた。上条は三菱重工の自立をついたちも早く実現させようと努力し、GHQ の情報は最大漏らさず、ほとんど毎日社長室に報告した。1948年、米軍用車の修理の問題が持ち上がり、GHQ の兵器局長にブロ少将の一行が、三菱重工の東京、名古屋、 京都、水島、広島の工場を視察することになり、専用列車で巡回し、駅からはジープに分乗して工場に直行した。視察後、三菱重工業の東京機器製作所と岸和機器製作所を、米軍のジープや乗用車等の修理工場と決定した。戦時中戦車工場だった東京機器製作所では、工場の徹底した清掃後、 米軍によって派遣された技術者によって、工場のレイアウトが行われ、修理ラインがエンジンとシャーシーとで区別して作られた。1949年に大江工場では、半金属、半木製の民間バスとスクールバスが止まり込み作業で製造され、東京の障害部から上条が出張して、米軍監督官へのアピールのため車の並べ方、整頓を指導した結果、 上場九代した。東京勤務中、1947年9月に長男が生まれたが、1950年1月から総務部長を付けとして、軍用車修理の問題で名古屋に長期出張するようになり、3月に妻、幸子を病気で亡くした。東西冷戦が激化する中で、6月に朝鮮戦争が勃発し、ソ連の支援を受けた。 近日清率いる北朝鮮軍に苦戦し始めた米国は沖縄及び本土の基地と日本の工業力を必要としていた。障害連絡室はニブロ少将と接触して東京危機政作所に米軍のジープや貨物自動車等の修理作業を受注した。同年1月、財閥解体により旧三菱重工業は三社に分割され、9月に 上条は中日本重工業名古屋製作所に転出し、10月に自動車修理次長になった。所長は、服部トリジョージ、副所長は、以降まで修理部長を兼ねていた。大江の板金工場と、組み立て工場の全域にわたって、米軍のジープの修理工場としてのレイアウトを行い、流れ作業で修理が行われるようにした。自動車修理の仕事が終わると、バスボディをさ 4トントラックに装着する仕事が GHQ から与えられ、こうした挑戦特需で多くの従業員が生活に必要な給与を得る仕事に就くことができた。その頃、大江工場では自家製品として平和のシンボルにちなみシルバーピジョンと命名されたスクーターを作るようになり、工場も活気づいてきた。上条務1952年1952年4月に、 サンフランシスコ講和条約が発効し、航空機生産の再開が許可された。同時に発効した日米安全保障条約により、米軍は日本国内に駐留し続けることになった。8月に、米軍から航空機の修理を持ちかけられ、名古屋飛行場に隣接した土地に小牧工場が建設されることになり、上条は臨時航空部工場建設部次長に任命され、 12月18日に、竣工式が行われた。その間、10月に社名を新三菱重工業、名古屋製作所に変更している。翌1953年3月に航空機部が新設され、部長、森山口、次長には、小山翔之助、久保富夫、上条務、佐々木和夫以下幹部がそれぞれ任命されたが、これらの人たちはいずれも、戦時中名古屋にあって、 航空機の機体、発動機の試作研究、生産に従事した後兵者だった。上条が初代小牧工場長になり、工場の立ち上がり促進、米軍監督官との接触、通勤の足の確保など、早々期における各種難問題を解決した。海マイナス86海ブルーインパルス使用機同年6月、小牧工場に米国極東空軍から、 初の修理機体の C-46 輸送機、B-26 軽爆撃機が搬入された。1954年2月には T-33、ジェット戦闘機及び K-86 セーバーのイランと称する機体オーバーホール作業が始まり、戦後日本初の民間航空機工場が出来上がった。作業はすべて米軍監督官の命令に従わなければならなかったが、 不合理な命令や無理な命令には上条は絶対に引き下がらず、時々監督官と衝突した。しかし安易な妥協をせず、理路整然と反論し、それがかえって米側の信頼を得た。同年7月、航空自衛隊が発足し、1956年9月に、ノースアメリカン社の品質管理の指導の下、ノックダウン生産の回マイナス86。 海戦闘機の第1号機を防衛庁に納入した。小巻工場の見学者は引きも切らず、政治家は三木武を彫り茂るから、1958年5月にイラン国王のモハンマドレザ・パフラビーまで来所して、上城が工場を案内した。翌年1月には、米国防次官、マックワイヤーが小巻工場を視察している。 海マイナス104小牧工場長,長を7年務めた後、1959年6月に大江工場に戻り、工作部部長になった。9月26日夕刻から夜半にかけて、名古屋を伊勢湾台風が縦断、満潮時と重なって、高潮が発生し、海に近い大江工場近辺の公員住宅で多数の犠牲者を出した。上条は久保富夫の運転する。 ホルクスワーゲンタイプ1で、堤防決壊で海水の侵入した道路を、強行突破して工場に向かった。大江工場は海水に1メートル半くらい浸かり、工場内の航空機部品だけでなく、工作機械も、早急に分解洗浄の必要があり、工作部の部員が集まり、直ちに必要な処置をした。1960年には、防衛庁からロッキード社の会 -104。10 戦闘機の注文があり、工作部の技術者と共に、技術調査のために8月から10月まで米国へ出張した。ロッキード社の工場に行く前に、月ロケット製造に繁忙を極め、盛んに発射実験を繰り返していたノースアメリカン社を見学した。ロッキード社では全工場を開放して、回 -104 の詳細な製作方法の指導を受けた。 MU-2961 年6月に、久保と美緒が、名古屋航空機製作所の2代目所長になり、上条は副所長になった。翌1962年11月に海、海 -104 生産と国会の問題で、再び渡米した。ロサンゼルスにある、ロッキード社での交渉相手は、後に、ロッキード事件で有名になった、JW クラッターだった。 ロサンゼルスの三菱商事の事務所では、東京から防衛庁と三菱重工本社の2メートルに及ぶ要望事項が、マイオテレックスで送られてきて、上条はロッキード側に東京からの要望事項を伝えて、解決を迫った。テレックスの返事は上条が書き、三菱商事機械部の近藤武雄が送信した。10ヶ月間のロサンゼルス滞在後、名古屋に帰った。 1962年8月、戦後初の国産旅客機、輸送機の YS-11 が他の航空機メーカーと共同で製作された。翌1963年9月にはメーーが開発、製造した国産航空機 MU-2 総発ターボプロップビジネス機の試作1号が初飛行している。1964年9月に本社の機械事業部長佐役を経て、 同年11月から1972年3月まで、三菱洋区の常務取締役を務めた。YS-11 三菱洋区を退いてから、しばらくの間、顧問を務めたが、1972年4月から1980年3月までの8年間、日本大学法学部長をしていた親友の川西、誠の勧めで、理工学部長の木村秀正を通し、 理工学部航空学科の航空工学と宇宙工学の非常勤講師を引き受け、若い学生たちにボストン時代に学んだことと日本で経験したことを伝えた。木村が基本構想に参加した YS-11 を名古屋航空機製作所が共同制作したのは上条が名工の副所長時代であり、互いに評判を聞き及んでいた。 1972年から2年間は、堀越二郎も同じ任にあった。冬は寿司、夏は諏訪湖眼下に望む上諏訪町の家に、旧友たちを招いて散策を楽しんだ。1983年5月7日に、東京六本木心臓血管研究所附属病院で、心不全のため営民した。墓は玉霊園にある。大空への道、評論者。 1984年ジップは、北深市西町の旧松本藩市、久美田藩蔵で1888年に、東の日の都の旧松本藩市、上条正義の養子市になった。1889年から真壁町で採石した花崗岩を東京へ搬出していた。外国の品格に、日本文化を紹介するために、浅野が1909年に建てた民間の迎賓館。 青山連平城に設けられた。優れた、教育研究は自然を尊ぶ、つまり学問は強制されるものでなく、自らの意志で自発的に学ぶものであるという自学自発の教育主義。日本人と日系人日本ボストン会表1九9 1 8年に、MIT に留学、水力学の大家で、上条務の先生との記述がある。両校はいずれも、 鈴木達治が校長を兼務していた。英語を得意とし、早稲田大学卒業後、ミシガン大学に留学したとき、勤むと下宿で机を向かい合わせて夜遅くまで勉強した。浅野総合中学校で勤務後、同盟通信社欧米部長を経て、戦後は、時事通信社の、時事英語通信、ジャパントレードイド編集長を歴任した。差し谷現在の文京区白山。 ベルナ・エス・ハートラー、1911年に横浜に上陸、キリスト教の伝道に尽くし、訓4等の助訓を受けている。電気、音調の奇跡、日本への私の使命の著作がある。船で親しくなった3人で10ドルずつ出し合って購入した。当時、米国留学生は大抵9月の入学前に渡航してカリフォルニアの農園でアルバイトをした。 バチェラーオ o サイ f Science in Eli Nautical Engineering, c h r 日本からの留学生、ニューヨーク在住の領事館員、商社員の家族などの集会所で、日本人相互の連絡、世話をした。ハット後に、日本大学の法学部部長、副総長を歴任。フランク・ゴードン・ペティングル・ハット、ゲッシエ・ペティングル、エリノーティコルエンジニア。1936年2月に、 ニューヨーク大学のカレッジオブエンジニアリングから航空機技術者の資格を記した卒業証書が送られてきた。マスター・オブ・サイソン・スイニエリノーティコル・エンジニアリング5に名古屋航空機製作所第2代所長三菱自動車工業取締役社長取締役会長を歴任した。ワグナー効果と呼ばれる曲げねじれを考慮したビーム上条は 高橋コレキヨ暗殺の方を聞いた二月二十七日に、高橋コレキヨ自伝を独領した。九百三十六年チクラ処方発行の、高橋コレキヨ自伝の裏表紙に感想が記されている。ああ、人生不価値、人欲幸い不可売れやす名古屋市港区の大江埋め立地にあった。プラットホイットニー社、シコルスキー社、ライトエアロノーティカルコーポレーション当初戦で、U ボとは、 大西洋で英国商船に対し大きな被害を与え、1940年から41年にかけて A、ええ、2つの港湾を襲撃し、多数の商船を沈没させていた。主な人物として、北大誠いよいよ、日本銀行、増田商事三菱商事前ニューヨーク支店長、目方重吉大倉商事取締役、長島忠夫三菱銀行ニューヨーク支店長、 渡辺康史作日本優先支店長、沢田文治、山下紀仙等がいた。堀越二郎が上条義士から聞いた話では、新聞には冷戦によるアメリカ軍の損害は重大と書かれていた。1421名が乗船していて、寺崎衛生中米大使館一等書記官と、妻具縁、娘、マリコ、鶴重と、留学生の鶴見和子、鶴見俊介指定。 平岡洋一等も交換戦で帰国した。8月9日に日本の占領下のシンガポールに寄港して軍人や憲兵、新聞記者が乗り込んんでくると、船内の空気ががらりと変わり、海軍の将校が連日、西欧的自由主義を一掃して中訓外国の決意を固めるべきと説教した。在米中及び戦中で上条義氏と発動機、谷義士は、 来ル三サブロ特派全権大使、若杉要中米講師、森富夫総領事、近藤新一領事、本庄文彦外務省在外研究員、前田智二本文化会館長等に多大な便宜を与えられた。磯田サブロー陸軍少将、浜本正め海軍大佐、石川周公陸軍大佐、佐根松譲海軍中佐、和知常蔵陸軍中佐、寺井義森海軍少佐、 内務省警保局編、極被害時警察外教によると、8月19日に、立山沖で浅間丸を停泊させ、神奈川県水上警察と横浜県兵隊が乗り込み、取り調べをした後、敵国の国内事情を誇張して、敵国を利する言動をした場合は処罰される。講演会に出る場合は、話の内容を事前に諸葛警察署に申告し、検閲を受ける等の注意書が配られた。 堀越の名校時代の同僚で、航空発動機振動の研究で冷戦政策に協力した、ケンブリッジ大学卒、物理学者、数学者、上智大学教授、山室マリ子外務大臣を務めた有田八郎の次女、島倉幸子の母、島倉町は有田八郎の十枚で、有田の夫人と姉妹、新潟県発の女医、町の祖父の弟は、 島倉井之助。当時松本は陸軍不評第50連隊の中屯地や多くの軍事工場が集まる軍とだった。地下工場は山の中をくり抜いて作られ、半地下工場は畑の中に作られた。歴史教育者協議会等による里山編における朝鮮人の強制連行、強制労働の実態調査報告書がある。中山地区504人東京出張所が、 日本郵船ビルに置かれていた。東日本、中日本、西日本重工業1946年に、三菱重工業名古屋機器製作所で試作車が完成し、その年の暮れに発売された。三菱重工名古屋航空機製作所25年史32ページに、英語と2、作業指示書に散々悩まされたという記述がある。白井秀夫、戦後名声発展への歩み。 王子ボー,ボー、三菱重工名古屋50年の解雇3巻788ページに、オーバーホールの仕事は、最後の検査の判定が、検査官の個人的意見により変わるらしく、同法は、立派に合格と思うものが、落第と宣告され、小牧工場長の上条務む君は、大変に苦労した。という記述がある。小泉博史、人なり、王子ボー,ボー。 三菱重工名古屋50年の解雇2巻500ページに昭和29年、解86回の修理作業が始まった。この年10月、11月で25機の特管作業が開始、毎日毎日上条さん、米軍観察官も出向いて、率先指導、という記述がある。1956年に新三菱重工業、名古屋製作所から、名古屋航空機製作所として、 分離独立した。1922から1986。川西航空機で戦闘機資電改めの設計担当。戦後は三菱商事の航空機電子機器部長などを務め、副社長を経て社長に就任した。米国のボーグワーナー社の子会社で、冷凍機製造のヨーク社と三菱の合弁会社。ありがとうございます。